らせに来てます。今日からエグザイルのツリーが見られるということで、これがコレド日本橋で、こっちじゃなくてコレド室町の方で館内放送があるんですよね。エグザイルメンバーとオリメン3人の11時ぐらいから30分ごと時間で決まってるので、14時半から直人さんの放送が流れるみたいなんで、コレド室町の方に向かいます。コレド室町1123とテラスがあるみたいです。なんか流れてる、早速流れてます。パンフレットがありました。こちら、内容はホームページの内容と全く一緒で、今からこれ聞きに行きます。あ、なんかある、すごい、じゃあ和って感じだ ね、 このね、ほらな、このなんか提灯みたいな、こういうこういうのとか、あとなんかほら、このこんな感じです。和な、ツリーなくない、テラスにあるでしょ、テラスにあるの、これが室町テラスで、そこにツリーっぽいのがあるんですけど、なんか席もある、全然なんか光ってないんだけど、これで合ってる、これで分かんない、合ってる、これで点灯式じゃない、あ、本当だ本当だ、待って、パワーベースの旗がついてます。待って、なんか聞こえる、待って、下下か、これだこれだ、待って、めちゃめちゃ一瞬で終わった、2階で流れない、2階で流れないじゃん、皆さん1階で聞くようにしてください、気をつけて、上の階流れなかった、はい、終わってしまいました。ほとんど聞き取れなかったから、多分カメラにも入ってないかも、がっくし、マジで15秒ぐらいで終わったしね。じゃあ次、このスマートニュースのアプリを取ってデジタルくじが引けるみたいなんで、これをやりに行きたいと思います。めちゃくちゃ誰か来そうな感じが満載です。じゃあ抽選します。抽選中、早っ外れ、そう、はい、残念。じゃあ室町2でも抽選します。ここはね、何もない、これだけ、残念、なかなか当たんないですね、どんな確率なんだ。今3時半で熱産だったんですけど、無音ですね、熱す無音なんだけど、曲がないということで2000円分注文しました。これと食べちゃった、これ熱産、ごめん、曲流れました、ちゃんと、これには多分入ってないと思うんですけど、あなたへが今流れてます。さっきのデジタルくじ3カ所で待ち受けもらえるはずなんですけど、もらい方が分かりません、待ち受け欲しいな。じゃあノベルティもらってきます。
お待ちですか。はい、はい、こちらステッカー。ステッカーです。はい、何日からかポストカードになるらしい。皆さん聞いてください。まさかのカメラを回してない時に限って。衝撃だったんだけど、絶対当たらんからさ、まあ、当たったら回そうとか言ってさ、やったらマジやばいでしょ。でこれが何かだよね。ちょっと待って待って、いくよ。え、これあれじゃん。参加賞って全員に当たるわけじゃないんだわ。マジ返してほしいわ、このワクワク。そういうことか。なんだよ、参加賞も当たりが出ないともらえないんだ。消すよ。ということでですね、今もう6時過ぎまして、今日は7時からクリスマスツリーが点灯すると思っていたんですが、18時10分ぐらいからツリーの点灯式があるということで、エグザイルメンバーがゲストで来るという噂を聞いたので、早めにちょっとスタンバイして見てたんですけど、点灯式のゲストは哲也さんと TAKAHIRO くんでした。ということで今終わって、生哲也さんと TAKAHIRO くんを見てきました。パワーオブウィッシュの曲に合わせてツリーが点灯してました。告知が全然されてなかったからさ、告知はなしですね一切。だから通りすがりの人がさ、あれ誰がいいんだみたいな感じで、うん、ガチでうちらみたいに来た人と、この辺に勤めてる会社員の人がなんか仕事抜けて見に来ましたみたいな人と、うちらの前にいたサラリーマン男の人2人は、TAKAHIRO と哲也さんが登場して、あーっつってすぐ帰ってったよな。そう、リーの感じだけ映したいんですけど、まだプレスの人たちとか撤収しないので。前に出てきた。え、出てきた。あ、じゃあ消そう。